どうも、アイチです。ちょっと珍しい画角ですね、この感じは。昨日、Google である仕事がありまして、で今日もちょっと Google にね、また伺うんですけど、それでホテルに今泊まって、ホテルで撮っております。朝何時 ?8 時くらいかな。眠いっすね。ちょっと声がおかしいんですけど、いってて、そこはお許しください。で、今回なんでこんなね、ダラダラと喋り始めたかっていうと、昨日ですね、その Google の仕事が、Google にね、Google for Education って言って、Google の教育分野の場所があってね、すごく今力を入れてるんですよ、Google が。で、そのイベントだったんですけど、政府の方、文部科学省、文科省の方とか、経済産業省、経産省の方とか、あとは全国の教育委員会の方とか、まあ、実際の先生、学校の先生、あと企業の方とかがね、来ていただいて、まあ、その皆さんの前で自分の活動についてね、ちょっと話をすると。で、その後に、まあ、ちょっとグループセッションって言って、分かれて、自分のところにもね、興味ある方集まっていただいて、いろんな方と、まあ、質問を受けたりとか、議論を交わしたりとかっていうのを昨日してきました。で、まあ、その感想をね、こういう一人語りなんてダラダラジオでやればいいかなと思ったんですけど、まあ、ちょっとせっかく昨日の今日でなんか感情がね、まあ、残ってるというか、こう鮮明なうちにいろいろ話せたらなと思って喋ってるんですが、で、そこで昨日でね、すごいいろんな方と喋ったのと、声、喉を使いすぎたせいでね、こんな声なんですよね。あ、ちなみに、これまた別の時に多分話すかもしれないですけど、夜はキズナアイちゃん、わかります？キズナアイちゃんのプロデュースされてる代表ですね、大阪代表っていう方がいらっしゃってですね、大阪さんと昨日ご飯を夜食べに行かせてもらって、それもまたね、すごく刺激的な日でね、それまた別で話します。で、まあまあそんなことがありまして、で、最初さ、もう政府の方とか、まあ、本当すごい方なわけですよ、皆さん、すごいです。なんか経歴からね、すごい方が多くて、だからね、イメージがわからすぎて緊張しなくて、そう、結構緊張するんですけど、そういう場面、そうで、まあ、去年から割とね、社会人の方の前でお話しさせてもらう機会をいろいろいただきまして、あれだよ、そのファンの方の前とかじゃなくて、全然自分のことを知らない人の前で、自分のことを話すっていう機会を結構いただいててですね、まあ、多分その数が結構あったので、余計にこう、まあ、なんとかなるっしょっていうか、もうなるようになるしかないよねみたいな開き直りがね、最近強くって、まあ、それもあって緊張しなかったのかもしれないですけど、で、実際は蓋を開けてみたら、やはりね、すごい方がいらっしゃっててただ、まあ、率直な感想として、やっぱこの一見ね、 YouTube で教育っていうまだまだ変わってる分野というか、異質な分野、ちょっと珍しい分野と思われがちなとこですけど、ちゃんと理解していただけるというか、こうポジティブに受け止めていただける可能性があるんだなっていうのをすごく昨日は感じました。さっきもね、話したように、去年から社会人の方の前、企業のね、方の前で話をするみたいなことがあるんですけど、当然自分のことなんて知らないわけですよ。で、やっぱり社会的にというか、世間的には YouTuber っていうだけでも、え、 YouTuber みたいなふうに思われがち。 YouTuber でしかも教育みたいな、で、珍しいから聞いてみようってなればいいんですけど、まあどうせ大したことねえだろうみたいなふうにやっぱり思われることもあって喋ってるんですけど、その喋ってる回に他の方を目的でいらっしゃってる方もいるので、もう自分が話してもずっとスマホいじったらなんかね、全然気上の空みたいな、最初とかもう普通にそれがザラなんですよ。全然みんながこう一生懸命聞いてくれるなんてことはない。そんなね、恵まれた環境ってなかなかないわけで、でもそれはそれ楽しいわけですよ。もう今回話がそれまくりの回になりますけど、自分ですね、人前で話すときに一個こだわってるというか、絶対にこの自分の喋ったことが、まあ、ある程度いいものだったかなって一つの指標があって、それが最初始まるときって、その登壇するときに、上がるときに、で、基本的にほにゃらのハイチさんですって言われたら、まあ拍手するじゃないですか。みんな拍手するでしょ。学校にさ、全然知らないなんか人が来て喋ってるときに、なんとかですって、やるじゃん、拍手で。その終わった後で、ありがとうございましたって言った後も拍手でしょ。
その終わった後の拍手を最初の拍手よりも必ず大きくするって、で大きくするのが絶対条件だし、その大きくなった度合いによって、まあ、この喋った何分間が、まあ、来ていただいた方にとって有益なものになったかどうかっていうのを一個の指標にしてるので、当然ねこれね、あの終わった後の方が拍手って大きくなりやすいんですよ。なぜかっていうと、じゃあみんなもイメージしてね、学校でさ、今からさ1時間は40分か40分50分ぐらいさ話を聞くわけよ。で最初はさ、誰だよこいつと思っても仕方なく話めんどくせえな、ダリーな、寝ちゃおうから、寝たら先生に怒られるしなみたいになるでしょ。で終わった後はさ、その話がつまんなかったとしても終わったっていう解放感だから、気持ちにさ余裕ができてるからさ、拍手って大きくなりやすいらしいですよ、多少ね。だけどもしそれがいい話というか、みんなにとって有益な話、ちょっと聞いてよかったなと思ったら、拍手って自然に大きくなると思うんですよ。もうね、またまた話がそれますけど、自分学校の先生、昔ね、先生に拍手っていうものを大事にしろって言われたことが、多分小学校の時だったと思うんだよ。あの一語一句ちゃんと覚えてないんだけど、それがね今でもすごく残ってて、拍手っていうのは誰のためにするんだ、それは相手に感謝というか敬意を伝えるためにする。だから拍手も挨拶も同じなんだけど、相手に聞こえなかったら意味がないんだって言われたことがあるの。自分それすごく思ってて、今でもだから拍手は絶対適当にしないの。絶対大きくする。聞こえる相手に届けるために拍手をしてるんだから。もちろんね、拍手したくない時もあるわけよ。その時は俺もね、まだちょっと精神状態が緊張だからさ、まあ、時もあるんだけど、まあ場を崩さない、なんかさあんまり大きくやりすぎるとさ、その場的にまずい時もあるんで、まあ TPO を分けるけど、でもやっぱりある程度もね、普通の時はもう拍手ってこうやって手合わせるよりもこうやってずらした方が鳴るんですよ。こうやってうるさいごめんね、そうとかやったりとかね。まああんまりさ激しい音鳴らせたらクレームみたいな拍手になっちゃうから、そこもちょっと気をつけなきゃいけないんだけど、まあそんなこともあってですね、まあそれで昨日に関してはまあまあまあ、でも自分の中ではあの話したね、喋った内容とか喋り方に関してはちょっと反省点もあるんですけど、やっぱりもうただそれで毎回毎回反省点があるから、でもまあ自分の中ではある程度皆さんの反応的には良かったのかなというふうには思ってます。でまあそうそうで、ね、いろんな議論を交わさせていただいて、本当にその経産省の方、多分ね、あの政府の方ねとか、あとも大学院の教授をされてる方とか、いろんな方はもう教育委員会の方とかで、やっぱり当然ね、自分のことを知らなかった方の方が圧倒的に多い。すいません、今まで知らなかったんですけどって、当然ですと、全然構わないんですみたいなでもこういうの知れてよかったですとおっしゃっていただけたりとか、 YouTube で教育っていう選択肢があるんですねと言っていただけたりとか、自分はいつも言うように自分のチャンネルはもちろん大きくしたいしね、自分のチャンネルの認知度を上げたいっていうのもあるんだけど、他のね、例えば呼びの親の匠くんだったりとか、もういろんなさいるからさ、いろんなその授業をしてる、授業だけじゃないけど、でも授業をしてる活動を頑張ってる人たちが、やっぱ YouTube で教育があるっていう選択肢を知ってもらえることがすごく大切だと思ってて、それが自分だけじゃなくて YouTube で活動してるみんなの発展につながるし、それがみんなが盛り上がることで自分にとっても利益があるわけだし、だからそうやって知ってもらう、いつもそういう話す会では必ず最後かなに言うのが、自分の名前を今日覚えていただけなくても大丈夫ですと、とある男が授業をしてみたとチャンネル名がなんかあったなぐらいでも大丈夫です。ただ YouTube で勉強ができる、 YouTube で教育っていう分野があるっていうことだけは今日ぜひ頭の中で置いていってくださいっていう話をいつもさせてもらうので、まあそれがある程度、もちろん150人いてさ50人全員が伝わるわけないんだよ、そんなことはできないんだけど、まあ俺のトーク力もまだまだだからね、でもある程度伝えられたのかなというふうには思ってます。で実際ね、その学校関係者の方、特に教育委員会の方とお会いしたのは多分初めてで、今回でどういうふうにとらわれるのかなっていう、そういった意味のワクワクと不安っていうのがすごくあったんだけど、でも実際すごくポジティブに受け止めてくださって、で多分ね今年中にあるプロジェクトがちょっと動きそうなんだけど、ちょっとまだ言えないんでね、あの関東のある都道府県の教育委員会の方がすごくなんかプラスに捉えてくださって、ぜひ何かやりましょうって言っていただけたので、もしかしたらみんなの住む地域でね、自分の動画があの公式にというか、あの先生が何か言ってましたみたいなことが
これから起こるかもしれないし、まあ現にね、個人的な先生で使ってくださってる方いっぱいいらっしゃるの、実は。使っていいですかっていう許可書発行を一応ね、自分のホームページでやってるんで、結果まであるんだけど、ただ、個人だとね、何々高校でって言えにくくて、オープンにはしないでくださいっていう方がほとんどなので、だからみんなの、とこには言えてはいないんだけど、でもやっぱ学校の先生とか、校長先生とか、ね、いろんなところで使ってもらってるので、まあもっともっと、いろんな場で、なんか、みんなにね、それを喜んでくれるかどうかわかんないけど、うん、はい先生みたいな。なんか動画、今日学校でみたいなのがあったら嬉しいなとは思いますね。では、ちょっと今回、何分話してるかな？ああ、もう10分ですね。じゃあそろそろ終わりに向かいたいと思うんですけど。まあ、今回思ったのは、その、教育って、まあ、学校ね、みんなの授業とかさ、学校ってみんなにとってはまあつまんなかったりとか、まあ、苦だったりとかする方も多いとは思うんだけど、やっぱり先生、まあ、いろんな先生がいらっしゃる。当然先生も人だからさ、いい先生というか、まあ、お前どうしたっていう先生も、まあ、いらっしゃるわけよ。ただ、昨日、まあ、そういう熱意を持ってやってる先生、教育を学生がにとって有益なものにするのが教育だっていう熱意を持って、まあ、みんなのためにっていうとちょっとおこがましいけどね。でも、変えていこうって、既存のものじゃダメなんだ、もっといいものにしていこうって、一生懸命動いてる、活動してる方、それはもう政府の方しかり、教育委員会の方しかり、学校の先生しかり、いろんな方が本当にいらっしゃる。だからみんなが学生のうちに変わるかどうかって言ったらそれは分からないし、ただみんなが成人して、いつかもしかしたら、パパママになって、その時にみんなの子供たちが生きる世の中の時には、みんなが受けてきた教育とはもう本当にガラッと変わるような学校教育になってるかもしれない。それが昨日のプレゼンでもあってね、ああ面白いなと思って。もちろんまだ未来の話だし、全然現実味がまだね、ある話ではないんだけど、でもいろんな問題を一つ一つ、いろんな人の力を借りてクリアすることで、やっぱり教育は変わるし、やっぱり教育って面白いなって心から思ったんだよね。なので自分は YouTube もやってるし、もちろん YouTuber っていう場所で、この場所は大事にしていくんだけど、YouTube の場所は大事にしていくんだけど、いろんなことに参加させてもらって、自分もね、YouTube で教育でお金を稼ぐっていうことがミッションではないので、教育に何かいろんな形でこれから携われたら、まあ、携われる気がするので、変えていけるようにね、自分もなんか力を発揮できたらなと心から思った日でした。そう、なんでこの話をしたかったんだっけな、なんか伝えたかったんだよね、みんなにも。結局頑張るよっていう話がしたかったのかな、ちょっとうまくまとまんなかったけど、かな。ああそうそう、最後にそうだ、あれを言いとこ、あのね、去年あたりからさ、忙しくさせてもらって、動画投稿の頻度が減ったりとかさ、やっぱり勉強動画、授業動画の方が準備がやっぱ時間かかってしまうので、こうやって喋るのはさ、これ喋ろうって思って喋ればいいじゃん。しかも今回の動画とか編集入れてないからさ、もう撮ってポッてあげれるわけよ。でも、授業動画は編集はないんだけど、俺のは。ただ、やっぱり準備がかなりかかるので、で、なかなかね、頻度が減るとさ、もう他の仕事しなくていいから、YouTube の動画もっと上げてくださいとか。科目増やしてくださいって、もう僕の成績を上げるためにもっと頑張ってくださいと普通に言うからね、おおって思うんだけど、もちろん気持ちはわかる、気持ちはわかるし、それで期待してくれてる、頼ってくださってるのは本当に嬉しい、本当に嬉しいし、この、チャンネル、YouTube の活動自体を無限にしようとか、ここをほったらかしていいやなんてことはみじんも思ってない、ないんだけど、さっきも言ったように、自分はこの YouTube っていうフィールドから教育に関していろんな影響を与えて、こう変えていくきっかけを作ってっていうふうに思っているけども、ここだけでとどまっていたら、ここの今手の届く範囲しか物事を変えられないんだよね。手が届かないんだよ。いろんな場所に行って場所を変えて手を伸ばさないと広がらないんだよね。だからここの活動はもちろんやっていくし、授業動画ももちろん撮っていくし、いろんな動画撮っていくんだけども、他の活動もして、で結果的に今のね、今みんなが勉強しているみんなには直接還元にはできないかもしれないんだけど、未来の教育、これからの教育を考えた時に、そこに何かプラスのものをという意義を持ってやっているので、そこはご理解いただけると嬉しいです。はい、
という話でした。すいません、ダラダラと話しましたけど、まあ、お付き合いいただきありがとうございました。これからですね、ちょっと YouTube で勉強会なので、また Google に行ってくるんですけど。まあこれ投稿してるのいつだろうね、週末とかになってるかもしれないんですが、まあ皆さんも、あ、そうそう、だいぶ暑くなってきたんでね、体調管理気をつけていただいて、土日か平日かわからないですけど、今は、皆さんも頑張っていきましょう。はい、という話でした。以上です。ありがとうございました。